本日は D スクエアドを使ったこの冬おすすめのコーディネートを紹介していこうかなと思っております。オクテットチャンネル。ということで、いつもご視聴いただきありがとうございます。オクテットメンズファッションチャンネルの安藤です。はい、今回はですね、冒頭にもお伝えさせてもらったんですけど、D スクエアドのアイテムを使って、この冬おすすめのスタイリングコーディネートっていうのを、何パターンかね、ご準備していきました。はい、というわけで、実際にね、見ていただきながら、僕今からね着ていくので、実際に見てもらいながら、ディスク好きな方が「あ、この感じいいな」みたいな、ちょっと今年やってみたいなみたいなっていうふうに思ってもらえるような、スタイリングをね、お伝えできればいいかなと思って、今回は動画にさせてもらいますっていうのと、あと、コメントの方でね、一ついただいてまして、ありがとうございます。はい、こういったねご意見いただけたりとかね、こういうのやってよなんて言われるとね、僕らもよっしゃ頑張ろうっていうふうになったりはするので、すごく嬉しいんですけど、ディスクを使ったね冬のコーディネート紹介してくださいみたいなコメントがありました。はい、なので、今日はねこの企画にしようかなというところです。はい、というわけで、早速着ていこうかなと思っております。はい、というわけで、1着目、まずデニムをね履きました。はい、これはですね、スケーターの、ブラックウォッシュです。結構シンプルな格好なので、ディスクっぽくないっちゃっぽくないかもしれないですけど、それがまたすごくいいなと思って今回、セレクトしたやつですね。はい、ちょっと好評もいただいてたんで、もう残りわずかだとは思うんですけど、これはね履いてみました。で、上にはグランサッソの、ウールのニットを着てます。ハイゲージですね。結構薄めのやつです。で、これのまんまだと、ちょっと秋口っぽい感じ、これでも全然かっこいいっちゃかっこいいんですけど、これになんか秋口着るときはこうロールアップしてもらって、僕はこのぐらいの3センチぐらいロールアップするのが結構好きなんで、こういう感じでスタイリングすることも多いんですけど、ちょっと冬なんで長めに取っておいた方がいいかなっていうところで、よいしょ、こんな感じですね。はい、で、靴下は履かなくても履いても正直どっちでもいいかなと思います。我慢できるんだったら、ちょっと抜け感できると作るために我慢してあげてもいいと思いますし、履いてあげても全然大丈夫かなと思います。はい、で、あと次ですね、ちょっと今ぐらいの時期結構寒くなるので、上に、これもディスクヤードさんのウールのカーディガン、ちょっと羽織ってみました。こんな感じです。サイジング結構緩いんで、身幅とかはゆとりがあります。これで S サイズなんですよね。はい、なんでかなりゆったりはしてるんですけど、こうリラックスしてこうゆるっと着るのがね、おすすめかなと思います。今年の秋冬だとディスクヤードさんもコージースタイルっていうね、そういう落ち着くようなスタイリングみたいなのを、余裕のあるようなスタイリングっていうのを、結構意識してて、コレクションとかで発表されてたらしいので、そういった意味でね、すごく今季特におすすめな、アイテムの一つかなと思います。で、マルチカラーむちゃくちゃおしゃれですよね。多分このアイテムだけでもう主役になってくれるので、控えめなデニムで全然十分かなと思います。はい、で、こんな感じで、合わせて秋口とか今ぐらいの時だったら全然あったかくて大丈夫なんですけど、ちょっと寒い時はこうね、マフラー、ストールですね。はい、こんな感じで、ちょっと雑に巻いてもらって、こう首周りにボリュームを出してあげる。で、カーディガンだけだとちょっと寒々しいというか、ちょっとね、冬っぽくはない感じには見えちゃうと思うんで、首周りを、覆ってあげると、より冬っぽさが出るかなと思います。あとあったかいですしね。はい、で、こんな感じでももちろんかっこいいかなと思います。ちょっと黒を基調にした感じで、このマルチのカーディガンがすごく主役級の役割をしてくれると思ってるので、
まあ、これを目立たせるために、グレー、ブラックで全部、まとめるっていうようなね感じです。はい。でボタンも閉めるとしても1個ぐらい、1個2個ぐらいですかね。まあゆるく、まあ、閉めてあげるぐらいでいいかなという感じです。はい。でちょっとこの間ディスクヤードさんの展示会に僕も、展示会というか買い付けですねちょっと行った時にインスピレーションを受けてうわいいなこれやりたいって思ったんでちょっと一回ライダースをこれに着てみようかなと思います。はい、ということでちょっと上からライダースを羽織ってみました。まあちょっとサイズが若干ライダースのサイズがね大きいのでそこはちょっとご了承いただきたいなとは思うんですけど、こんな感じです。シックですごく大人っぽいですよね。はい。で、Dスク流に合わせると、この上からカーディガンを合わせて欲しいんですよっていうことをね、言っていただいたので、ちょっと上から、まあ、羽織ってみます。こんな感じです。どうですかね。まあ、結構ボワッとする感じはあると思いますがこの革の質感とこのウールのカーディガンそしてデニムの風合いっていうのがすごいミックスされるような、まあ、それこそマルチな雰囲気がすごく出るかなと思います。はい。まあ結構やったことなかったですけどかっこいいなと思ってカーディガンの上にライダースを羽織るっていうのが結構普通かなと思いますけど逆パターンっていうね珍しい着こなしでもすごいかっこいい着こなしかなと思います。はい。というわけでまあこんな感じですね。ではね次の、コーディネートちょっと行ってみようかなと思います。はい、という感じで、次ですね。デニムをちょっと変えました。はい。一応こんな感じですね。全体的に結構洗いのかかった、押しの効いたね、ブラックデニムになってます。まあ、先ほどのブラックデニム結構シンプルだったんですけど、こっちはダメージとかも結構がっつり入ってるようなね、加工感のあるデニムになってます。はい。で、一番はこれですね。パワージップ。この横にずれたジップこれはね結構ディスク好きな方だとこれいいなって思われてる方がいて去年も結構人気でしたね。はい。でこれやっぱりアイコンというか遊び心がすごく詰まってるなと思ってちょっとジップずれてるじゃんみたいな感じで目線がやっぱりいくと思いますしなんかディスクヤードならではのデザインかなっていうのは思います。はい。でちょっと今ねサイズが大きいのでダボダボって感じには若干見えるかもしれないんですけどちょっとご了承いただきたいなというところです。サイズがねちょっと合わなかったので44を着用してます。はい。で、この上からねちょっとトップス着替えてみます。はい、という感じですね。ちょっとパーカー着てみました。どうですかね。一応これはディスクヤードのね、ベージュのパーカーです。はい。ワンポイントロゴが入ってるんですけどちょっと洗いがちょっとというかだいぶですね洗いがかかっていてすごくこなれた色合いのなかなかねいい色味のパーカーです。はい。で一応まあ、春先とかでも全然着れちゃうぐらいの感じかなと思います。でこれもサイズがちょっと M サイズしかなかったんで気持ち緩い感じはねやっぱしますがまあこのぐらいのサイズ感でも、まあ、今時なら着こなしとしてはありかなというところです。まあ、より綺麗に着たい方はねぴったりの方がいいかもしれないですけどね。はい。でここにワンポイント164、はい、こういう数字とあとロゴですねが入ってるっていうだけのシンプルなパーカーです。まあサイジングといいこの生地感といいデニムとの相性はすごくやっぱり抜群にいいかなと思います。で、足元ハイド&ジャックの、スカイ白スニーカーですね。はい。カーフレザー使っていてすごく質感はいいですし足元フィッティングはね包み込まれるような、いい履き心地になってます。はい。この色合わせもねやっぱりシックな感じで、でも優しい雰囲気もある僕の結構おすすめしたい、好きな色合わせになってます。でこの上から、ダウンをねちょっと着ようかなと思います。というわけで、タトラスさんの、ダウンを着用してます。
これも、まあ、動画でねちょこちょこ紹介させてもらってますけど、リップストップっていうちょっと変わったねナイロンの素材のダウンです。で結構ボリュームがねあってボワッと広がるようなサイジングなんですけど、そこがまたね、パーカーのこのサイジングと合わせてすごくバランスがねいいのかなと思います。はい。でブラック、ベージュ、グレー、ホワイトっていうね、もう本当にベーシックな色味だけで構成したコーディネートなんですけど、まあ、これだけでもちょっと大人のカジュアルなスタイルには、すごくねいいんじゃないかなと思います。かっこいいですよね。うん、はいはい。でこんな感じでね、まあ合わせるだけでももちろんいいんですけど、もっとねディスク好きだから、全身トータルで合わせたいよっていう方なんかはちょっとくどいかもしれないですけど、足元とバッグとか小物をね足してあげてもいいかなと思います。はい。という感じで、バッグとシューズですねちょっと変えてみました。もう全身トータルでこのダウン以外ディスクヤードさんのアイテムですね。はい。スニーカー、これ前回動画で紹介してたやつですね。結構ボリュームがあってダット系の今時なスニーカーになってます。はい。まあ、ちょっとねやんちゃな感じがやっぱりトータルで出ちゃうかもしれないですけど、これはこれでおしゃれとしてはすごくかっこいいのかなと思ってます。でバッグもね、個人的にはこう中に入れるのが、ショルダーバッグだといいかなと思ってます。こうおしゃれのねアイテムとしてこのブラックのダウンとこのバッグをつなぎ合わせるような感じで使ってもらうとより、いいのかなと僕は思ってます。はい。というかおすすめです。はい。まあ、こんな感じで、ね、さりげなく見えるぐらいで十分だと思います。はい、はい。で最後ですね、この状態でちょっとねブルーデニムを履いてみようかなと思います。はい。というわけで、ブルーデニムちょっと履いてみました。どうですかね、先ほどとの違いが結構分かりやすいんじゃないかなと思います。やっぱりこのベージュとデニムブルーを合わせるだけで一気にカジュアル感が強くなるんで、まあリラックス感というかオフ感みたいなのをね強く出しやすいのかなとは思います。はい。でさっきのねブラックデニムだとやっぱりちょっとスタイリッシュなちょっとクールな感じがねまあ出るかなと思います。色をねあんまり使ってないので、まあ、そういったところからねそういう印象が強く出るのかなと思います。はい。でこの状態でねさっきのダウンちょっと着てみましょう。こんな感じです。まあ、結構カジュアルですよね。うん、だいぶ先ほどのブラックデニムのブラックウォッシュのデニムの時とはちょっと違う雰囲気にはなるんじゃないかなと思います。はい。まあ、これもこれでねすごくカジュアルでかっこいいですね。休日とかねこういう風な大人の方いたら、あ、かっこいいなって僕もね思いますね。はい。でまあ白スニーカーじゃなくて全然黒とかでも合わせはいいかもしれないんですけど、ちょっとね爽やかに、クリーンに足元は行きたいなと思ってこんな感じで合わせてますね。これめちゃくちゃ履き心地がいいです。はい。すごいですし、なんか身長がどうですかね、 4,5 センチぐらい高くなったような気がします。目線がちょっと違いますね。はい。でこれデニムは一応セクシーツイストですね。なんでちょっと伝わるかどうかわかんないんですけど、こうぐるっとね内側に入ってるようなカッティングになってます。なんですごくねラインも綺麗に見えますし、横向いてる時もほんとちょっとに足がすごく綺麗にスラッと見えます。で結構細いです。はいですね。はい。ただストレッチはむちゃくちゃ効いてるんですごく動きやすいですね。はい。あとはこれは、今年の新作でね前動画でも喋ってましたけど、加工感がね結構リアルな、そのあんまり、ダメージが苦手だよっていう方でも取り入れやすいようなデニムにはなってます。はい。ウォッシュは結構かかってて、この触るところだったりとかはすごくリアルに表現されてるんですけど、そんなにダメージとかはバチバチに入ってるやつではないので、全然使いやすい一着かなと思いますが、ディスクらしい、デニムです。こんな感じでいかがでしたでしょうか。はい。まだまだね、うちのアイテムすごくね紹介したやつがいっぱいあって、全然おすすめのコーディネートは山ほどあるんですけど、なかなか長い動画になってしまうと思いますので、第1回目はねちょっとカジュアルな、組み合わせということで、まあ、この辺りで、
お開きにしようかなと思っております。はい、というわけでですね、またねこんな動画見たいよとかありましたら、コメントだったりとか、LINE の方でご要望ねいただけると、また動画にさせてもらいたいなと思っております。はい、というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。